ミクロマクロです。はい、じゃあまずタイトルはヒデさん。はい、今回はリトルソングという作品です。はい、じゃあ日付は、ね、はい、2017年7月の14日金曜日から2017年7月17日月曜日の祝日までやります。はい、やってます。で場所は違いますね、シアトリカル大天院という、はい、この場所で上映をさせていただきます。はい、この作品はですね、スペースドラマは、お祭りですねの中に参加してまして、私たちこの公演はアンコール公演ということで渡していただくことになっています。でですね、特にというか、私たち旗揚げして、10年になりまして、この作品はマクロとマクロ10周年記念公演というか、そのような形でも渡していただいてます。生演奏があります。はい、ございます。詰まります。はい、歌います。踊ります、はい、まあ、いつも踊ってます。まあ、大体10年やってきて、今までと同じようなタッチというか雰囲気ではやるんですけども、そうですね、私が10年間やってきたことがなんかギュッと詰まった感じのものにはなってます。この辺りは海辺に、いるある一組の親子とその周りに生きる人々っていうの、1個の無線を見つけるんですけども、この無線がある日つながるんですが、つながった先の人とこう交信を始めていくっていう、ちょっとそんなお話になってまして、その中でいろんなドラマが生まれるってことになります。なんか最終的にはなんか違うお話が走っているように見えるんですけども、一つにつながっていくっていう、なんかそんな話になります。生きてることと、まあ、生死の問題がちょっと入ってたりするんですが、見てもらえた後に頑張ろうと思ってもらえるような、なんか前向きになるような作品を今目指して作ってます。アルガオ2人で頑張ります。アルガオ2人、ここポイントです。はい、そうも四角いかも。はい、四角いはい、わーわー言いながら頑張ってますので、ぜひ、本当に大天院舞台芸術祭、スペースドラマの本当の最後の最後ということになりますので、ぜひ、お越しいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあぜひ来てください。みんなでもう一回タイトルコールしましょうか。はい、せーの、リトルソングです。はい、来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。